BTU アニメラボー、小林弘之です。レブレン松井です。田門海です。浦島山下です。よろしくお願いします。はい、はい、今回は城下町のダンデライオン第1話の感想でございます。はい、始まりました。始まりました。始まりました。ちょっと設定を聞いてずっと気になってて、見たいなって思ってて、ちょっと設定が独特なんですよ。そう、あの普通の一般の住宅街に、王国の王が住んでる、もう本当の日本みたいな世界観の住宅街の中に桜田家っていう普通の家があって、それが実は王族 で、で兄弟がいっぱいいて、で父親の方が突然その兄弟たちの中の誰かを王にするけど、それを選挙で決めると、そうで国民投票みたいなのをすると、でその日々の暮らしを全部国民に見てもらって決めるっていうのを言い出したせいで、てんやわんやっていう話ですね。そこになぜか能力者が加わっているという、加わってたね。オーケーの血を引く人はみんな持ってる、そう、能力をみんな持ってるんだとですね、いう話で、なんかいろいろ混ぜたような世界観の中で、ドタバタ感が、ドタバタコメディ、もう目に見えてます ね。メインの子はね、一人いるみたいですけどね、一応茜ちゃん、まあ、主人公なんですかね。あのオープニングで結構シュールな絵、個人的に気に入ってるんですけど、兄弟が9人、9人みんなで手つないでふわーって空飛んでその子がセンターでね、ふわーってね、何だったんだろう、それ演出じゃなく実はそういう能力ですからね。オープニングでいきなりそれが出たから、なんか何かの新章世界の表現かと思ったんですね。ちょっとやべえやつかなと思ったら、よかった。ただ単に重力をね、そういう何か重力が操れるっていう、でそれをみんな国民が受け入れてるっていう世界観がいつもすごいですね。みんなでワーキャーもてはやしてアイドルみたいに扱ってる、すごく平和な世界。はい、いや、ね、多分ひったくりがマックスの犯罪だよね、あれ。なんでしょうね、あの世界は。そうだろうね。ベッタベタでひったくりでしたもんね、マスクもサングラスも。で、それを王の娘が解決して、テレビでそれが放映されて、大人気になるっていう。ああ、いい世界観。ね、バラエティ番組みたいなゲームに挑戦させて、それぞれの能力をアピールして、国民の人気を得る。はい、いいですね。わかりやすい自己紹介やってましたからね。わかりやすい。そのテレビの方でも能力の反映、こう、掴んでる感じがするよね。名前もね、名前テレビで紹介されるんだって言って、能力の、ね、ちょっと恥ずかしくない、あれなんだ、説明もちゃんとつくんだ、ね、っていうのは。でもさ、あんなさ、ちっちゃい子たちまでさ、そのバトルにさ、選挙にさ、入れてさ、一番下でいくつだっけ、まだ小学生の子とかが、ね、幼稚園とか、幼稚園かな、あ、そう、一人幼稚園に預けてるんですよね。そうだ、一番下のコースと話してた、そうあの子まだ幼稚園ですね。その子になっちゃったら、そう、なんか途中で誰かが高校生になったらみたいなこと言ってたじゃん、どのタイミング、一番上の子だよね、一番上の子が高校卒業したら、もうやっちゃおう、選挙始めるんだみたいに前から言ってただろって、そこっていうタイミング、一番下の子が義務教育終わったらとかで、いいですよ、いいじゃんって上に合わせちゃう、上に合わせてるせいで下の子がそうすごい早いタイミング、まあ、大昔だったらね、その天皇子供みたいなのあったけど、大昔ね、日本でね、スーパーがありましたけども、あの関白が実験握ってたやつとかね、でもなんかこう、そのちっちゃい子までその選挙に入れて、そのテレビの人とかがさ、なんか誰々さんが王様になったら楽しそうですねみたいな感じでさ、社宅王様らしいみたいなさ、なんか楽しい世界だなって思って平和だなと思って、みんなでわーわー言って王様の決め方の軽さね、あんなバラエティーなポイント、国民もね、ワーキャーワーキャーそう言って、そうですね、選挙ってそういうもんなんだなって、そうで、その一話の最後も自分が目立ちたくないですね、その、主人公の子、主人公の子は、そう、人見知りだったりで恥ずかしくて人前に出たくないから、人前に出たくないために法律を変えると、監視カメラを取り払うだとか、テレビにも映らないようにするために王様になるっていう、もうそれでいいんだ、ひっそりと生きていきたい、タンポポのように、まあダンデライオンとかね、ポイに出たけど、そいつでねえか、優勝は実況ポーズ、いつも十中八九結果は分かってるけど、分かってる、まあまあまあ、その過程をね、まあそうですね、そうそう、どうなるのかなっていう、うん、ですね、ドローンを出すような能力の方もいらっしゃいましたからね、あれさ、どの能力がいい、そう思ってた、ね、だってもうあのさ、ゲーム見た時に瞬間移動が卑怯すぎるなとか、そうだ思った、そうそう、瞬間移動もそうですし、で物質想像するのも便利すぎるな、あれはでも預金通帳が引かれるんでしょ、あれでもさ、すげえあの子お金持ってんだなって感じ、いやね、もう言っても国王だもんね、国民の税金、どこで買うかによって違うじゃないですか、やっぱだからアマゾンなんで、アマゾンから引かれるのか、タブコム最安値じゃないですか、ね、やっぱそこ最安値でやってくれるのかな、どこに払われてるのかすげえ気になるかもしれない、減るんだ
そうなんですか。まあ、あの確率とかの子がちょっと難しそうだな、ね、それ難しいですね、あの子ね、あれ分かってどうするんだろう ねそうそう、気象予報士になるんだったらいいけど、もしかしたらその一国の王って考えたら、あそうか、政治的には、そう、政治面がそう、本来そういう方で考えたらね、はいはいはい、評価は高くなるはず。でも確かに重力制御とか武闘派すぎて、そうだね、現場主義じゃないと意味がなくなっちゃう、うん、そう、他の国もそういうのあるんだよね。あ、そう、他の国の話もあんま出てこないし、新聞でね、最初の新聞で、そうそう、首脳同士があったみたいな、他の国も似たような感じの王政っぽいなっていう能力どうやらね、はい、の持つ人なのか。あとあれですよ、その人気投票、最大で千何票くらいしか入ってなかったじゃないですか、うん、だからそもそも国の単位がちっちゃいんじゃないかなって気が、桁を切り下げてた、だって9人兄弟で1番の子が確か千何百票、確かで2位の茜ちゃんがなんか800票とかそのくらいだったような気がしますよね。そうだね、そこら辺の設定は多分結構曖昧にあえてしてるだろうから、地区ごとにやっていくのかな、しっかりアメリカみたいな、県が一つの国くらい入るとか、城が突然日本じゃなくて、住宅が日本もあるから、そうって桜田ファミリーでまんま出てきたな、桜田ってだけに、ね、あれ言いたかっただけだよね、桜田ファミリーってやって、 それ言いたかっただけだよ、桜田ファミリーはね、まあでも設定が面白いんで、そうですね、いろんな風に多分転がってったりするんじゃないかなっていう意味で、これからが楽しみかなって思います、うん、次回からなんか庭、あ、そうそうそう、みたいな、なってた、なんでね、あ、じゃあチンマルコちゃんスタイルで、うん、そうそう、なるほど、見やすい感じで見るんじゃないかなと思います。はい、以上感想でした、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。